はいどうもピオキングです。今日もですね、一発マリオとトロールコースやっていきますか。で、今日の一発マリオなんですけど、目の前にパウブロックが一つあるだけ、そしてゴールはブラックパックに隠されてるんですよ。で、クリア率は 1.39%。 おそらくですけど、え、待って、パウブロックを持ったままゴール、パウで倒してゴールじゃないの？ちょっと待って、上に投げれないよね。うわ、やっぱ上に投げれないか。スーパーマリオワールドのスキンだったら上に投げれるんだけど、うわ、これは難しいぞ。下から叩いてみよっか。隠しブロックとかあるんじゃないの？やっぱないよね。斜め上から行ってみよっか。こんな感じ。うわ、これマジむずいね。この辺以外考えられないよね。わっ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 。よし、それじゃあ雲の上にこのパウブロックを置いてみよっか。マリオがブラパに当たるギリギリで、ここ、うわ、置けないの？うわ、置けんねえ。いや、絶対置けるはず。うわ、難しい。わっ。うわ、マジむずけ。どうすりゃいいの？これほんと難しいね。くっ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 。うわー、どうしよう、ここわかんねえな。ギリギリで投げてもクリアできないよね。うわ、やっぱ絶対こういうクリアの仕方じゃないもんね。ブラックパックを移動させるみたいな感じかな。こう、どっか行っちゃったけど。パウごとどっか行っちゃったけど、これがなんかヒントになるんじゃないのかな。走らないで投げてみる。こう、ほら、これがなんかね、ヒントになってると思うんだよね。だからこれ、真下でパウブロックを投げてすぐキャッチする、そういう感じでしょ。いや、どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のトロールコースはこのコース、フォレスト・オブ・ファン・サプライズ。これを日本語に訳すとですね、森で楽しいことが起きるよっていうコースなんですよ。それじゃあ早速楽しませてもらおうじゃねえか。どうせ鬼畜なんでしょう。この方ソルジャーさんって言って、ゴール前でね、なかなかゴールさせてくんないコースがめっちゃ多いんですよ。それじゃあ早速やっていきます。初見殺しはない感じだね。じゃあこのままオンオフをして、あ、ちょっと危ない危ない危ない。じゃあオンオフをして、速攻右に行く感じだね。楽しいじゃねえか。それじゃあここは何もしないでジャンプでよかったね。そんでここは甲羅が入ってんのか。甲羅が入ってるってことはすぐ右にオンオフが変わると思うんだよね。なんでここは左に逃げようか。こっちで合ってる。ほらほら、あ、ほらほら。やった、危ねえ。で、ここでつららを下げておいて右に行く感じでしょ。こっちで合ってるのかな。うわ、うっせえ、この鉄球が出る前に早く行けって感じか。これは P、 それか P 取って行ってみる、それが正解かもしんないね。じゃあここはね、鉄球出した瞬間すぐ右に渡る、そして P を取っていく。そう、あー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 。それじゃあこれ上からでいいっぽいね。じゃあ砲台下げて右に走る、ブラッパが出る前に。オッケー、これで合ってるね。そして次は右、大丈夫、オッケー。で、パウを持って、さっきから何よ。邪魔しないでー。じゃあここは走っていこう、すぐ右に走っていかなきゃブラパが出てくるもんね。そんでここでブラパをパウブロックで倒す、オッケー。そしてここ回転ジャンプでボム兵を倒す、そんな感じでしょ。こう、あ、上からじゃないとダメなのか、こういう感じだね。なるほど、パウブロック持って左に戻れって感じか。よし、それじゃあここはパウブロックを持ってすぐ左に戻ろう。そんでこの一マス空いた毒沼に落としたらパウブロックがある、そしてこの土管に入る、そういう感じでしょ。よし、こっちで合ってる。さあ、あれ、でもこっからどうするんだろうね。なるほど、ここで P を取って右に戻る感じだね。そんで上に行く感じか。上行きましょう、ゆっくり行こう。なんか罠に引っかかる気がする。で、ここはどうしよう、50コインを取るなって書いてるけど取ります、こっちが正解でしょう。下から行かないけっぽいね。そういや、最近ね、めっちゃ嬉しいことがあって、リスナーさんがね、めっちゃ人気のトロールコースを50個ぐらい教えてくれたんだよね。ピオキングさん、ネタにどうぞっつって。ありがてえ。ちょっと思ってさ、めっちゃありがたくて、
いや本当どうもありがとうございます。よし、それじゃあこの上行った時に下から行けばいい感じだったね。こういう感じかな。そしてマリオになって上、下じゃねえか、絶対こっちと思ったし。それじゃあここはガリガリに当たって右に行って上に行かない、そんでこのまま右に行ったら渡れる感じでしょ。大丈夫大丈夫。いや、何もしない何もしない。絶対合ってた。これ右行くべきか。うわ、どっち、ここ。あ、右に行かされた。やばい、ここもう戻れんくなってしまった。なに、せめて入らせて。それじゃあここのドア入ったら何もしないでよかったね。何もしないでこのままジャンプして上に行こっか。さっきね、このバーがさ、あるの見えなくって。うわ、これどうしよう。めっちゃ下行きたいけど上から行こっか。そしてオンをして下に行く。合ってる。あ、これなんか出るよ。ほら、わかってる。でも左アイテムじゃないかな。イカ踏んでいく。イカを回転ジャンプで踏んでいきます。ダバダバ。それじゃあこれはイカを踏まないで下に降りてみよう。こっちが正解。オッケー。そして中間ポイント取れる感じでしょ。はっ、やったオッケー。で、この針の道を抜ける感じで、ね、走っていこうか。走っていきます。このままずっと走っていこう。なんか早く行かなまずい。ちょっとブラパンに当たってしまいましたけど、走っていくのは間違ってない。こう、そういう感じでしょ。そしてここは P を取る感じかな。いや、上ミスった、上ミスった感じですか。これ入れるかな。あ、入れんじゃん。オッケー。じゃあゆっくり行ってこのまま上かな。地味な死に耐久だな、これ。こんなんじゃ僕すぐ終わりますよ。見ててよ。これちょっと結構きついけど、そんなに難しいっていうわけじゃないで。じゃあここ走っていって下の方に行ってみようか。ここオッケー。そんで、うわ、この砲台は早く抜けないけんのか。それじゃあここ走ってって下の方でよかったね。下の方に行って砲台も早く抜ける。そしてここはツタに捕まります。こういう感じでしょ。絶対終わったこれ。終わった感やばくない。ここパンを押してすぐ右上に行かないけん感じだね。それじゃあここパンを押した瞬間すぐ右上に行きます。そう、こういう感じ。わーい、あぶねー。パン押さなくてもよかったんかな。あんなギリギリ設計にしないよね普通。それじゃあドアに入って、次は何もしないが正解でしょ。犬、ここ何もしないでいけそうじゃない。こういう感じかな。あ、なるほど、いけるんだね。わざわざパンブロックする必要なかったんだ。じゃあここは犬が来るからそれを避けます。そして下、大丈夫。あ、バネ、バネ。お前じゃねえんだよ。それじゃあここバネが出てくるのをしっかり取ろう。ここでバネを置いてジャンプ。よし、うわ、どころコースターが来やがった。どうしよう、これすぐ右にジャンプしよっか。はい、で右に、はい、渡る渡る。そうくる。ドクロコースターに乗ってちょっと待っておく。そんで大砲が上がった瞬間にこのドアに入る。これで大丈夫、大丈夫っぽいね。どうしよう、一旦右に渡ってみるね。なるほど。絶対わかんないよね。上からドッスンが降ってきて回転ジャンプで乗るとかさ、こういう感じでしょ。でこのままドッスンに上に上がっていけばいいの。今右下ドカン入れたよね。こっちに合ってる。うわ、絶対右下のドカンちゃんか。なんて書いてるのこれ、ネロ、わかんねえ。それじゃあここ一番左の杭に追っておいたら大丈夫だね。そんでこの杭に乗ってドカンに入る。そして次はすぐ右上に行こう。こっちに合ってる。そう。悔しい。絶対違うでしょこのダバダの音楽は。あ、合ってんじゃないの。ほらほらほら。うわ、でも中間取れない感じだね。一旦このまま右行こう。先取りしよう。まだ先取りします。さあここはどうすればいいんだろう。一回もやられないでいけばゴールできるんだろうきっと。じゃあここでドッスン倒す。速攻だ、もうできてね。じゃあここは何もしない、それが正解でしょ。そしてすぐにこの中間ポイント取った、やった。よし、それじゃあ戻ってきました。ここは右下は違うっていうことは分かったんで、もう左上しかないんだよね。そう。
そうじゃねえよ。進めよ次に。ここはコインでしょどうせ。まあ、このドアに入るしかないよね。絶対これしかないよね。でオンオフして戻ってくるみたいな感じかな。やっぱそうじゃん。いやもう無視しよう。今やられたのはねみんな見なかったことにして、すぐオンオフをしてドアに入る。そしてすぐ左に逃げる。ドスが来るからね。さっきと違うやんかー。じゃあこのオンオフしたらドス左いるからね、右に逃げよう。おっそしてファイヤー取っていくべきだと思う。針があるから渡れないもん右下なんで、こっちで合ってると思うんだよね。そしてこのまんま走って右に行く感じでしょ。いけーでジャンプ。ファイヤー欲しい、めっちゃ欲しいよ。こっち何。それじゃあここで止まっておく。そしてファイヤーが出てここで氷ブロックを溶かしてチビになって土管に入る。よし完璧すぎ。ここはあなんかゴールっぽくない。ここ右行こっか。右こっちが正解でしょ。合ってた。違う。死に耐久だ。左でよかったのか。うわここめんどくせえ。オープンブロックで、いやこれ結構うまいかもしんない。見て見ててよ。いやこれ結構鬼畜ない。これ結構鬼畜だよね。あなんか出てきた。ありがてえ。それじゃあこの土管入ったら左の方が正解だったね。また2分の1外しちゃったよっていう感じなんですけど、このまま左。そうそして上に行ってカシャーンでどうするの。カシャーンで上のこのブロック壊して左のドア入る感じだね。もうゴール近いよ。さあここでナイス金魚で、うっそ。さあここの金魚2段構え避けよう。そして上に渡る。さあここは Z って書いてるね。それを信用していいものか信用します。はい。そしてファイヤーを取って押し潰されて下に行こう。合ってる合ってない、どっち。うわ左のドアっぽいな。こっちは何があるんだろう。え何ここ。いやー中間戻されたぜ。なんかさっきと違うパターンじゃないの。頼む、なんか違うパターンあってよ。このまま右走っていって今度は上が正解みたいな、そんなになってよ。さっきと一緒やんか。さすがソルジャーだね。名前負けしてないね。じゃあここはファイヤー取った瞬間上に行く感じかな。いや取らないでいいんじゃないの。取ったら落とされる。なんでこのドア入っていきます。こっちもダメなの。嘘、このまま右押しっぱでいいって感じ。嘘。何この死に耐久は。どうすりゃいいの。右に行けってか。で先に鍵を手に入れて、あ左のドアに行けばいい感じね。いや死に耐久なのかなこれ。音楽は死に耐久でいつも流れてる感じなんだけど、このドアに入ったら何があるんでしょう。どういうことこれ。どんどん上に行けって感じですかここ。いや舐めてんですか。数々の死に耐久をしてきた私。あさっきと一緒のとこに戻るのか。いやこれ楽勝だよ。見て、上手くない、上手くないですか。やっぱり普通にゴールさせてくれなかったねソルジャー9。次はゴールするよ。右押しっぱでいいって感じでしょ。そのまま左。あはは悔しい悔しい。何もしない方が正解みたいな感じだったんかな。次はゴールできると思わない。そろそろこの方ゴール前でマジでゴールさせてくれないんだけど、そろそろもうゴールできると思わない。いくらかける。30円ぐらいかけるよ。なんでここで何もしない、それが正解でしょ。そして一番下からゴールできる。大丈夫、バネない。やったこれはゴール確定。いややっぱこの方のコース本当にね面白いね。でこの方なんとかサプライズっていうトロールコースたくさんあるんですよね。まだまだねやったことないのが意外とあって、今後もこの方のコースやっていきたいと思います。それじゃあ今日もご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。